はい、どうもエアコン屋のデラ君です。今日紹介するのが三栄さんが出してる水洗工具って呼ばれるね、水洗っていうのがよくご自宅とかね、皆さんのご自宅にもついてると思うんですけど、台所とかにねこういうのボーンってついてますよね。水洗台所の端っこ、あとはまあ洗面化粧台とかね、いろんなところに至るところについてると思うんですけど、その水洗を交換するときに必要になる道具がこの水洗工具になります。でその中でもこの三栄さんのやつね、見てください。これもう強い年季入ってるでしょ超年季入ってるでしょ。これねめっちゃ使えるんですよ。超便利で、これちょっと紹介しておきたいなと。本当にしかも、ね、このサイズ感薄いし軽いしちっちゃいし、本当に、ね、車の中ねハイエースの片隅にでもねポンって置いていくと本当超便利。一般のお客さんもねこれさえあれば水洗交換できますよ。あとね、水洗の結構いいところって、台所用水洗ポンって買いました、して中に取扱説明書と施工説明書入ってるんですよね。工事の説明書、それパッて施工説明書見ると前のねやつの外し方とかね書いてあったりするときあって、これ水洗だけだと思うんですけど、前のやつを外しますみたいなね、で外すときに、まあ、こういう流れで外れること多いよとか、あと今から自分がつけるもののね手順の逆をやっていけば外せるわけですから。まあでもね、水の配管のことをねよく知らないと、あの水ビャーって吹き出してきて大変なことになっちゃったりもするんで、それはねちょっと注意しながらやっていただくことになると思うんですけど、実際にちょっと開けてみましょう。金額もねそんなにしないです。業者さんとかに頼んで水洗工事っていうのをやってもらうと、水洗の工事代だけで8000からまあ高いところで1万5000円とかそれぐらいはするとは思うんですけど、その高いところの1万5000円払うぐらいだったら買えると思います。一回買ってしまえば何回でも使えますから、壊れるもんでもないんでね、そんなに買ってみて自分でやってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ実際今ね開けてみました。なんとコンセットこういう感じです。汚いですね、もう使ってるんでめちゃめちゃちょっと汚いんですけど、まあこれどう使うんだってね、これなんだこれってなると思うんですけど、ちょっとねあのご自宅のね、あの今皆さんついてる水洗ちょっと見てみてください。水洗って本当にいろいろあって、あのね、横にこう広くバーってついてるデッキの水洗のタイプとかもあれば、あと今ここにボーンって画像でさっき見せたみたいにワンホールって言われるね、一本だけドーンと立ってて、レバーでこうビャッと水を湯を出せる、こっちに行くとお湯になるっていう、そういうまあ今でも主流はこっちかな、こういうレバーでね水を湯調整して上げたり下げたりで出したり出さなかったり、本体はまっすぐ一本みたいな、そういう形が主流じゃないかなと思います。まあどのね水洗も仕組みは一緒なんですよ。一緒ね、水とお湯を中に入れて、あとはもうサーモで自分でね水とお湯の量を調整して適正な温度を出すと、冷たい時は水だけでいいし、あったかくしたい時は少しお湯の方も混ぜて出してあげるとね、そういう仕組みは基本は変わらないので、あの蛇口のやつと一緒ですね。水ピャッとこっちもお湯ピャッて出して、こう混ぜたちょうどいいお湯が出てくるみたいなね、その仕組みは変わらない。でそれを外すための機械がこれです。その水洗の下側を見てほしいんですけど、あれね、上からではね、どんなにゴーンって引っ張っても外れないんですよ。外れない。まあ当たり前ですよね。それで外れたらね、ちょっと水洗、お湯出そうかな、水出そうかなってペアってやった時に本体ゴーンって外れてきちゃうんで、上からは外れないようになって、下からね、行くんです。で、簡単に言うとですね、まあ上と下でね、挟み込んでるんですよ、台所をギュッと。上からあの長い本体があって、下からこう、ね、挟み込むナットみたいなのを使ってね、台所に対してこう締め付けていって、ゴーンと。立ってるような状態、ね、その締め付けの力が緩めば本体はグラグラ上で動いちゃうと。よくないですか、家の水洗でなんかグラグラする、本体上グラグラするんですよねって、下の根っこのところグラグラ回る、それ下のねあの締め付けが緩んでます。そういうのを直すのにもこれ使えますね。押さえてる下のナットってどういう形なんですか、ちょっとね画像を今ポンとね、うちのねここにある水洗のやつをちょっと載せるんですけど、ここにこれね潜ってこう配管をねガンと下から見てあげると、どういうナットで締め付けられてるかが見れます。最近やっぱり水洗もねどんどん施工性が進化してきて、本当新しい水洗とかだともう一切下に潜んないで上からだけでも施工できるようなね、そういう水洗も出てきてるんで、必ずしもこれが使えるとは限らないんですけど、でもほぼほぼまあ自分たちがね水道工事やる上でこれしか持ってってないんで、水洗工事やるときはこれだけで完結してくるんで、ほぼほぼできます。これと基本工具があれば締め付けてあるナットですね、ちょっと拡大しても見えかな見えないかな、ちょっとわかんないぐらいのねこう画像ボーンってこう、まあ、家の裏のね見てみてください。それにねサイズがね合うようにこれら
このかぎ爪みたいな形のものがね、なってるんです。サイズね、書いてあります。47とかね、46、こっちだと38、37って。斜め下から見て、暗い中でね、ナット見て、あれ38かなとか、それはちょっと、俺も難しいんで、俺はね、基本ね、当てがってます、一回。これだけこう、ぴょっと取って、潜ってね、下に、台所の下に潜って、こう、ナットのところにギュンと当てがって、カチャカチャ、あ、これハマるわって、じゃあこのサイズだって。このサイズだって明らかになったらもうほんと超簡単。これをここの四角にこうパンって刺してあげて、これでもう完成。ね。で、下から潜ってガチャンと締め付けてあるナットにかましてね、ガンと逆時計回りに回してあげると、もう一発ですよ。コロンコロンコロンって回って、そしたらもうあとこれいらないっす。テープ伸ばして、カラ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 って手でももう取れるぐらいまで緩まってると。で、基本的にそれさえもうシュッて緩めてしまえば、あとは上から本体引っこ抜くだけなんで、それでおしまい。まあその時にね、水追いの配管はつながってるでしょうから、今のね、下の多分画像にも出てると思うんです。こう水とお湯の配管ってね、バルブがこうついてて、水とお湯を締めてその上の配管のところを取ってあげて、本体を上からスポンと引っこ抜くとね。で、新しい本体をガーンって入れてあげて、またナットを締めるタイプであれば下から軽くナットを締めてあげて、これでまたグッと入れて締めるとね、それだけで水栓の交換ができると。業者さんはまあ8000円とかね、あの1万円とか、まあ、いただいていくんですけど、本当に失敗したくないなら、そのお金を払ってでももちろんね、業者さんに頼むってことは大事だと思いますけど、自分でね、すごく探求心があって DIY とかちょっと興味あるんだっていう人はね、こういうの便利な道具ありますから、買ってみて自分でやってみるのはすごくいいと思います。もうモンキーだけでね、水栓交換しようっていうのは結構きついですよ。手をね、ゴッてモンキーで奥に突っ込んでって、回るかって言ったらね、やっぱり難しい。錆びてて取れないとかも結構あるんでね。中途半端に、ね、外しちゃったもんだから、水もお湯も使えない状態で、あ、どうしよう、業者さん呼んだら1週間かかりますとかってね、言われるとちょっと具合悪いじゃないですか。なので、もう最初からそういうのが嫌な人は業者さんに頼んでもいいと思いますけど、あの DIY が好きなんだ、やってみたいんだっていう人は、こういう便利なね、道具ありますので、こういったものをお買い上げの上やってみるのはいいかなと思います。はい。ホームページとかでもね、買います。結構、水栓工具、スペース 3A なんて入れると、全然出てくると思います。金額はまちまちですね。ネットとかで買ったらまちまちだと思いますけど、まあ1万何本ぐらいではね、買える金額帯なのかな。自分がちょっとね、買ったのは展示会なんで、その展示会の金額しか知らないんですけど、今市販でどんぐらいで売ってるんだろう、ちょっとネットで見てみて、こうぴょろっとここら辺に今上げておきますけど、そのぐらいの金額で売ってると思いますので、ぜひ皆さんもね、よかったら買ってやってみてください。はい、では今日はこれぐらいで、バイバイ。